こんにちは、澤出です。本日はメイク雑談ラジオ形式でお送りしたいと思います。イエーイ。私の化粧を参考にする人はほぼ誰もいないと思うので細かいことは紹介しないんですけど、先日顔タイプ診断に行ってきて、でそこでねメイクアップ講座もやってもらったんだけど、その時におすすめされたものを買ってきたので、新しいものと今まで使ってたものを交えながら化粧をしていきます。なんか箱から出して紹介しているのはおすすめしてもらって買ったものになりますので、よろしくお願いします。でね、肌もだんだん良くなってきて、ちょっと久しぶりに以前通りの化粧してみようかなと思ってこの時化粧したんですけど、もうね次の日には細かいニキビが顔にできて、すごい顔がねずっと痒くて、あーまだまだね化粧しちゃダメだなって思いました。ちょっと泣いちゃいましたけれども、で本題に入るんですけれども、私実は今まで、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断すべてやっておりまして、まあ一気にやったわけじゃなくて、ほんと 2,3 年かけてやったんだけど、なんと全部で7万円かかりました。ありがとうございます。7万円ありがとうございます。自分を知るのに7万円もかかっちゃって超ウケるってとこなんですけど、なんでこんなかかったかというと、まあ内訳をまず話しますと、パーソナルカラー3万円、骨格診断1万円、顔タイプ診断3万円の合計7万円です。え？ 3 万高くない？って思った方いらっしゃると思うんですけど、これね、メイクアップ講座がどっちもついていて、ちょっとお高めの3万円でした。多分他のとこだったら普通に診断するだけだったら1万円とか、下手したらもっと安くできるところもあるんじゃないかなと思います。で、まず一番最初に行ったのは、パーソナルカラー診断でした。私もともとは色が結構白いので、周りの友達から澤出さんは行かなくても絶対ブルベだよって言われてたんですけど、まあちょっと気になるじゃないですか。なんで行ってみたら案の定ブルベ夏でした。ファーストブルベ夏のセカンドイエベ春ということで、まあ、くすんだ色が特に得意で、まあイエベ春のようなちょっとね春のような明るい色も似合うということでした。まあそんなにね間違った色は着てなかったと思います。なんかこうアースカラーとかちょっとなんて言うんだろう、こう深い緑とかは苦手なんですけど、そういう色は好んで選んでなかったので、まあ、間違ってなかったかなと。でパーソナルカラー診断でメイクアップ講座をやってもらったんですけど、その時は私に似合う色のメイクを教えてもらったんですよね。だからアイシャドウはこういう色がいいよとか、眉毛はこういう色が似合うよっていうのを教えてもらって、すごい有意義な時間でしたね。でそこでおすすめしてもらったアイシャドウとかも後日買いに行ったりとかして、すごい良かったですね。でその次に骨格診断に行きました。で診断結果はナチュラルでした。でもうね本当私まんま肩とか膝とかそういう部分が骨張っててちょっと出てるっていう骨格なんですけど、ナチュラルはまあちょっとね詳しくは各々調べてみてほしいんですけど、骨格も私が持ってる服はほとんど丸って感じで、当日も診断員さんに、あ、もうこの服とかも完璧ですね、本当ナチュラルバッチリですみたいな感じでした。まあ、私が好きで着てるね、X ガールとかそういうスポーティーな服も丸だし、最近好きで着てるユナイテッド東京さんのああいうちょっとアシンメトリーみたいな、なんかちょっとデザイン性のある服もすごいバッチリということで、ちゃんと自分のね感性で自分の似合う服を自然と選べてたっていうのが知れて安心しました。で最後に行ったのが顔タイプ診断です。顔タイプはアクティブキュート兼エレガンスでした。まあ典型的な子供っぽい顔、丸顔って言われまして、まあそうだよなと。顔タイプ診断もね周りの友達に、いやサディさんは絶対アクティブキュートだから大丈夫だよ行かなくてって言われてたんですけど、ちょっと気になったんで行きました。顔タイプ診断でもねメイクレッスンをしてもらいました。でここではその私の顔
のサイズとか、 なんか目の距離とか大きさとかを測っていただいて、顔タイプに合ったメイク診断をしてもらいました。なので同じメイク診断なんですけど、パーソナルカラーのメイクと骨格診断じゃなくて顔タイプ診断のメイクのレクチャーは結構もう別物でしたね。だからそれぞれ結構意味があって有意義な時間だったんですけど、顔タイプを診断してもらう時って自分の顔写真を撮って、でなんか診断員さんがいろんな顔の部分を定規で測って診断していくのね。私やっぱり目離れてました。ありがとうございます。もうね、なんかもう私顔、自分の顔すごいコンプレックスで、私の顔全体がもうコンプレックスそのものって感じなんだけど、最近ね目離れてんなっていうのを特に気にしてて、やっぱりね測ってもらったら、あの目の幅よりも目と目の間の距離が長い。ごめんなさい、ちょっと日本語下手なんですけど、まあ、とにかく目が離れていると。なのでメイクをするときは、あの例えばアイラインは目尻は引かないとか、それ目頭に重きを置いたメイクをしてくださいねっていうのを教えてもらえて、でね、あとはアクティブキュートにしては鼻が長いらしく、あと顎下も長いとか、目から下の長さが長いらしくって、なのでね、アクティブキュート兼エレガントらしいんですけど、もうね、目の位置が高いっていうのも私的に本当に嫌で、最近だからね、今私マツエクつけたんだけど、最近本当は目の位置高い人はマツエクとかもつけちゃいけないんだよね。なぜならその目の上、まぶたに重点が置いてしまうと、まあ、目が上に行ってしまうから、目の位置高い人はなるべく下へっていうのを意識した方がいいから、まつエクとかはねあんま向いてないと思うんですけど、まあちょっとね冒険してつけてみました。自分的にはこれが正解なのかよくわからないっていう感じですね。でもまあそのアクティブキュートさん、丸顔の人はその縦のラインを意識した方がいいっていうことを教えてもらったので、まあ、それを意識しつつ、なるべく目尻側には、まあ、追加はつけないでもらって、真ん中に重点が来るようにデザインしてもらったりとか、なるべくねナチュラルで短いやつ、あとグワーンってこうカールしてるやつじゃなくて、ほんとほぼまっすぐなやつをつけてもらったりとか、まあ、新しくねその教えてもらった情報でマツエク挑戦できたりとか、メイク挑戦できたりとかしたんで、まあこの3万円で高いんですけど、めちゃくちゃ有意義でしたね。ということでね、私は計7万円かけて自分を知ることができたわけなんですけど、結局ね、どの診断行っても先生に言われるのは、すごい自分のことを分かってて、自分に似合う色とか形とかをちゃんと分かってて素晴らしいですっていう風に褒めてもらえるのよ。でね、私もありがとうございますって感じだったんですけど、まあそう聞くと、じゃあ別に診断行かなくてもよかったんじゃねえかという声もね、ちらほら聞こえてくるわけですけど、やっぱね、プロの方にあなたはこれですって言ってもらってるのとそうでないのは全然違うなって思ってて、例えばね、洋服とか買うとき、ちょっとこう色どっちにしようかなって迷った時の判断の材料になったりとか、あとは私はね、結構いろんな服を可愛い、いいな、着てみたいって思ってしまう人で、まあ今までね、どこか心の奥で、ああこういう服本当は着たいんだけどなーって思ってることとか結構あったんですけど、まあその骨格診断とか色の診断行ったことで、あ、これは私に絶対似合わない、好きだけど似合わないんだっていうのを知れて、さっぱり着ることができた。なのでね、買い物が圧倒的にしやすくなりました。まあその好きなものを、自分の好きなものを着ればいいじゃんというね意見もあると思うんですけど、私はねもう結構感覚で、あ、これ似合う似合わないっていうのが自分で直感でわかるタイプなんですけど、なのでその自分、いくら自分がね好きなものだと思って着ても似合わないこととかもあるわけですよ。でその似合わないな、なんか漏れてないなっていうのが
結局は着たくないにつながるわけで、そうなのでね、好きなものと似合うものはイコールではないし、似合わなかった時点で私の中でね、好きじゃない服と言ったらなんですけど、まあ着たくない漏れない服になるので、それはね嫌なんですよね、私の中では。そう、はい、というわけで今日はメイク雑談しながら私が受けた診断についてちょっとおしゃべりしてみました。いや本当にね、私は受けてよかったなとマジで心の底から思います。場所によってはもっと安く診断できるところもあるし、別に私みたいにメイクアップ講座とかやらなければ本当、まあ1万円で受けられるところがほとんどだと思うので、本当にね、興味ある方は、受けたことない方はぜひ受けてみてほしいなと思います。私はブルベナツ、骨格ナチュラル、顔アクティブキュートタイプ人間でした。ありがとうございます。全く同じだよという方がいたら教えてください。よろしくお願いします。あとね、なんか私結構疎いんで、メイクとかは、メイクに関してはなので、おすすめのメイク道具ありましたら教えてください。よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。